ちは。こんにちは。さあ、湯田さん。DNA、はい。DNA、はい、なかなか調子が上がらない今ですけれども、はい、そんな DNA に一つ光明が、光が差しました。なんだよ。今永投手が4冠を達成した。いやもうそれはやっと差しましたじゃないけど、腹から差してたから。いやでもあいつだけは調子が違ったよ。ちょっとやっぱりこの、そんな中でもこうやっぱり今永投手がやっぱりこのまだ頑張ってるよな。頑張ってますよ。4冠だよな現在。はい、見てる気がする。今日は何日だっけ。今日が、18ですけど、今現在、現在ね、はい、の、成績がですね、うん、5勝、うん、防御率 1.37、うん、勝率8割3分3厘、うん、そして60奪三振というリーグの投手4部門でトップに立ったということで、うん、いややっぱ、はい、球生きてるわ。いや、そうですね、球も生きてるし、気持ちも乗ってるしな、バシバシっすわ、はい、いやもうつける隙は今はないんじゃない。ただこのまま行くとどっかで疲れが来るんだ。ああ、やっぱり怪我とかもありえるかもしれない。いや怪我はね、今の精神状態と、はい、まあ心技体、はい、これが揃ってるから、そういう時ってあんまり怪我っていうのは考えなくていいと思うんだけど、はい、疲労で心が弱ってる時、ちょっと疲れたって思う時にいかにうまく使えるかどうか。まあ、ラムちゃんって、まあ、結構先発ピッチャースポーンと変えたりとかするじゃん、はい、でも今なら110何球まで引っ張るよね、うん、10球ずつ引っ張ったら、言えば5試合とか6試合ぐらいで、はい、もう1試合分ぐらいの疲れが残ってるっていうふうに考えると、うん、まあ、横浜は外の球場だから、はい、雨で1回流れるとか、ちょっと空くとか、ローテーションが、はいはい、だそうなってくると、また調子は維持できるんだろうと思うけど、だけど、このまま行くとは思えない。どこかで来るという、ちょっと、ね、でも相当活躍すると思う今年は。相当活躍するし、だから1年間本当このペースを維持するためには、はい、どっかでこうちょっとくさびを入れてってやった方がいいね。あ、だって今らが動けたら総崩れになる可能性があるから。今ここはやっぱ宝のように大事に使わない。そうですね、本当に、うん、はい、だから東みたいにもう使うだけ使って今年、まあこの前勝ったけど、はいはい、まあ、そういうことが来年っていうことになってくるとまた困るし、うん、はい、だからそこら辺はやっぱりこううまく回してほしいなと思うね。去年その今永選手って4勝止まりだったじゃないですか、うん、でもう今5月の時点で5勝まで来てるっていう、うん、ここの勝っていけた要因というか、いやもうまっすぐが生きてるもん。あ、まあ、三振も若声のようにピチピチしてる。パーンと投げたらもうほんと糸引くようにいってるよね。あ、もう素晴らしいまっすぐ投げてる。だから今はつける隙はないと思う。俺はもうどんなピッチャーが来たっていい勝負する。ああ、もう絶好調の相手がピッチャーだろうが、はい、俺もいい勝負すると思う。まあ例えば千賀が交流戦で千賀当たったとか、はい、いい勝負する。うわー、見たいっすね。ああ、これ千賀には勝てんわなっていうことではない、はい、絶対今永が粘ると思う。いいっすね。むしろ千賀が粘るよっていう可能性だった。あ、今の状態だったら、いや、そのぐらい信じたい揃ってる今、はい、うん、だ見てて気持ちがいい。確かに投げっぷりもいいだね。こっからまた交流戦入ってって、本当にそれこそパ・リーグの打者相手にどこまでやれるかって本当に見ものですね。胸元行ったら絶対つまんない、はい、わあの、ね、今の速球だったら、いや、それ楽しみっすね。でも楽しみだね、はい、だから、まあ、4冠立つのは納得という、はい、あ、今の状態だったら、はい、まあ、そういうことで、はい、まあ、これを維持してってよ、うん、ね、そうですね、お願いします、はい、頑張ってください、はい、頑張ってください。